はい、どうも皆さん、こんにちは、渡辺です。今回はですね、また新しい全画面のスマホが登場するということが分かりました。結構面白いギミックを搭載している世界初の試みをしているということだったので、ちょっとね、どういうスマホが出るのかということをお話ししていこうと思います。で、もう最近このノッチなしの、ディスプレイ、もう全画面ディスプレイっていうスマホが続々と増えてきている感じがしていて、で特に頑張ってるのがやっぱ中国メーカーなんですよね。ちょっと前に OPPO Find X なんかはもう日本でも発売されて、やっぱね、やることがすごい革新的で、ガジェット好きな私としては非常に魅力を感じる部分が多いんですよね。で、 OPPO Find X はもうカメラがニュッと上に出てくるっていう、今までになかったギミックを搭載しているというスマホになるんですけど、で今回新しく登場するという発表がされたスマートフォンはですね、前面のディスプレイとあと背面にもディスプレイがあるというタイプの全画面スマホになっています。でこちらがですね、ヌビア X という、名前になっていて、でこちらも中国のスマートフォンメーカーのヌビアというところが、開発してこれから発売するスマートフォンになってきます。どうやって全画面を実現するかというところなんですけど、やっぱ最近のスマートフォンメーカーでノッチありのスマートフォンが増えているのは、できるだけ画面のディスプレイ領域を増やしたいけどカメラを削れないからノッチにしているっていうのが一番の理由だと思うんですよ。まあ OPPO Find X なんかはカメラは格納してるっていう感じで全画面をしているんですけど、今回新しく登場するヌビア X っていうのはですね、フロントカメラをなくしてしまったと。でも完全になくして全画面にしたよというものになります。で、その代わり背面もディスプレイになっているから、背面カメラをこういう感じで背面で自撮りをするんですけど、背面もディスプレイになっているからインカメラと同じような感覚でアウトカメラの写真や動画が撮れるという仕組みを採用しているということになります。これはめちゃめちゃもうアイディアがすごいですよね。スペックも見る限り十分なものが備わっていて、今スペックをここに出しますけど、スナップドラゴン845の CPU が搭載されていて、メモリは 6GB または 8GB で選べるようになっていると。で、内蔵ストレージは64、128、256GB とバリエーションから選べるようになってます。で、背面カメラについては2400万画素と1600万画素のデュアルとなってます。かなり画素数高いですよね。で、ディスプレイの表面が 6.26 インチで 2280×1080 ドット、裏面が 5.1 型 1520×720 ドットと、で裏面のみ有機 EL ディスプレイになっているそうです。でもなんかこの表面と裏面両面ディスプレイになっていて、ちょっと若干想像がつかないと思うんですけど、普段普通にフロントを使っている分には裏面は特にディスプレイ表示させないようにもできるし、こうポンと机の上にスマートフォンを置いてる時なんかはこの裏面に時計を表示させたり、ちょっとしたメモ書きとかを残しておいたりっていう使い方ができるみたいです。で、さらに好きにこの裏面のデザインとかを自分で設定したりとかできるみたいなので、デザインが好きなケースを裏につけているような感覚で裏のディスプレイを使うことができると。非常に面白くないですか、これ。ディスプレイとして裏を使っていないときはディスプレイには見えない普通の光沢感のあるかっこいい背面デザインになっているので、両面ディスプレイってどうなのっていう疑問がある場合も、特にその辺はね、あんまり気にしなくて大丈夫そうなんですよ。ただ実際このカメラで自撮りをしたいときはこっちにカメラの画面を表示させることができて、で自撮りができるという話なので、アウトカメラで普通に写真を撮るときはフロントのディスプレイをつけて、アウトカメラで自撮りをしたいときは背面のディスプレイをつけるというような感じで使えるということですね。昔からギャラクシーとかで採用されているオールウェイズオンディスプレイという形で時計とかカレンダーとか好きなものを表示できるようなので、非常にそこ便利だと思います。他にもちょっと面白い機能があって、このスマートフォンの左側と右側の両端に指紋センサーをつけてるらしいんですよ。だから自然にこうスマホを持っている感じで指紋で認証ができるという話なんですね。あとゲームプレイとかするときはこういう感じでプレイすると思うんですけど、背面のディスプレイにコントローラー的な役割を割り当てて、要はプレイステーションとかで L2 ボタンとか R2 ボタンとか、そういう感じでこの割り当てながらゲームができる
みたいな、特徴もあります。すごいよね、なかなか。で、あとはね、ブルーライトカット機能が搭載されているということで、こっちの裏面側のディスプレイは、ブルーライトカットが搭載されているらしいです。だから目にも優しいスマートフォンということですね。一応最近のスマートフォンってブルーライトカットのモードとかは搭載されているんですけど、そのモードを使っちゃうと、もう明らかにその、なんというか、色味がもう茶色っぽい感じの色味になるので、結構その色味が気になるっていう場合も多いと思うんですよ。だけど最初からディスプレイにブルーライトカットが入っていたら、それとは違った感じで違和感なく使えるんじゃないかなと思います。それでね、価格は一体いくらなのかというところも見てみたんですけど、びっくりするぐらい安くて、一番安いモデル、メモリー 6GB の内蔵ストレージ 64GB 版で、日本円にすると 54,300 円ということです。で、一番ハイスペックなモデルで、ラムが 8GB の内蔵ストレージ 256GB が 76,000 円らしいです。これはちょっとスペック的にはハイエンドスマホと言える部類だと思うんですけど、価格が他の競合しているハイエンド端末と比べると半額近いと言ってもいいぐらい安いんですよね。で、一応11月5日から中国では発売がされているようで、日本とか海外で発売されるかどうかは今のところ未定ということです。いやでもね、これめっちゃ面白いからね、これぐらいの金額だったら普通にサブ的なスマホとして買うのはありだなと思えるぐらいの金額なので、面白いですよねこれ。ということで、また新しく全画面スマホが登場するということで、今回動画にしてきました。もう完全に最近は中国のメーカーが全画面スマホをもう引っ張ってきてるような感じになってきてますけど、来年とかね、日本でも主力なメーカーとかが全画面とか出してくると、さらにこの盛り上がってくるのかなと思います。いや楽しみですね。はい、そんな感じで、こちらのチャンネルではガジェットの話やカメラの話、ゲームの話などをしております。気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。